港北ニュータウンは神奈川県横浜市鈴区茅ヶ崎を中心とする日本のニュータウンである。横浜市北部に位置し、港北と名付けられ、かつては港北区、緑区に属していたが、文区による行政区再編により現在は鈴木区となっている。港北 NT センター地区は横浜市における主要な生活拠点に指定されている。 広北ニュータウン事業は1965年に横浜市から発表された横浜市六大事業に橋を発する。当時の横浜市長であった安方和夫の下で計画が策定され、1960年代の高度経済成長を背景に横浜市へ地下鉄の建設など6項目を掲げる大規模開発計画であった。同年2月に横浜市六大事業の一つとして、 広北ニュータウン開発事業が発表された。横浜市中心部から北北西約1 2トル、東京都心部から南西約2 5トルに位置する。市街地の乱開発の防止、都市農業の確立、住民参加のまちづくり、多機能複合的なまちづくりの4つの方針を基本理念として計画された。続き区内に広がるの約2530。 ヘクタールに及ぶ区域に開発され、このうち約1341ヘクタールについては、住宅、都市整備公団により、第1地区、第2地区、中央地区と地区核整理事業が施行された。事業施行後は、当該区域を地区計画や町づくり協議地区に指定し、良好な居住環境の維持形成を目指すとしている。港北ニュータウンの外区は、 センター北駅を中心とする北部の第一地区、センター南駅を中心とする南部の第二地区、その間に位置する中央地区に大別され、中央地区に隣接してタウンセンター地区が位置する。その他、都市農業を営むための農業地区や企業誘致のための用地がある。鉄道路線は東急田園都市線と東急東横線に挟まれ、道路は 国道246号と第3京浜道路に挟まれた位置にある。広北ニュータウン計画に合わせて横浜市営地下鉄の路線が建設され、1993年には横浜市営地下鉄3号線がニュータウン内へ延伸され、2008年には横浜市営地下鉄4号線が新規開業し、それぞれニュータウン内を運行している。 港北ニュータウンのセンター地区港北ニュータウンの住宅地区当時の横浜市は東京のベッドタウンとなり始めており年間10万人単位で人口が急増していた。また、横浜市中心部が GHQ に占領されていたことに伴う戦後、復興の遅れも相まって横浜駅周辺地区が新たな横浜の中心部として 急成長するなど市街地の乱開発が行われており、スプロール現象が懸念されていた。そこで、居住環境の良好な住宅街の形成が課題となり、明日方和夫市長により、横浜市六大事業が提案された。その提案の一つとして、横浜市内北部に位置する地域を住居、職場、農業が一体となったちづくりを行う、港北ニュータウン事業の構造が練られた。 その結果、日本住宅公団が事業委託を受けた区域だけでも1317ヘクタール、事業計画全体では2530ヘクタールもあり、過去に類を見ない大規模な都市開発事業となった。このため区画整理事業だけでも膨大な知見者数となり、事業の成功は不可能であるという分析をする学者も現れた。横浜市は事業計画を進めるにあたって、 地元の有力者を中心とする港北ニュータウン開発対策協議会を設置した。これは地元の意向を確認しながら事業を進めて住民参加の街づくりを推進し計画を問題なく進めるための機関として設置されたものである。こうした協議機関での協議の結果、それまでのニュータウン計画で一般的に利用されていた土地収容ではなく、 勘置の手法が取られることになった。勘置とはあらかじめ、ニュータウン計画の主体事業者が、計画区域内に土地を購入しておき、公共施設建設のために収容したい土地と事前に、購入した土地を交換して、区画整理を実施する手法である。勘置による区画整理の手法は、港北ニュータウン計画以前から実施されていたが、住民側の意向から多くは近接した土地を、 交換する原市勘地の手法を採用しており、勘地による土地区画整理は計画が進まないものとされていた。しかし、港北ニュータウン計画では、地元住民の意向を確認した結果、申し出勘地という新しい手法で区画整理が実施されることになった。これは、事業主体者が所有している土地の中から勘地を行う土地の所有者が希望する土地を指定し、 その知見を交換する手法で、現在の土地区画整理事業で多く取られる手法となっている。こうした地元との調整の結果、1974年に当時の建設大臣から土地区画整理事業に関する認可が下り、実際の造成工事が始まった。1980年には先行開発されていた地域に中学校が新設、 1983年には、広北ニュータウン初の大規模集合住宅で入居が開始された。1986年には、広北ニュータウン計画が一部見直され、企業の研究所や本社を積極的に誘致していく計画が追加された。1994年には、人口増加に伴い、広北区、緑区に造成された広北ニュータウンを中心とする地域が、 続き区として分布された。1996年に最後の区画整理が完了し、広北ニュータウン計画はすべて完了した。広北ニュータウンは計画推進の状況に応じて4つの地区設定がなされている。広北ニュータウンのメインとなる住宅、都市整備公団が施行する公団施構地区、地元の農家が都市農業を引き続き営むための農業専用地区、 民間ディベロッパーが1965年以前にすでに開発計画を持っていた機械発地区、横浜市が主体となって開発を実施する中央地区である。高段志向地区のみを指して江北ニュータウンという名称が使われているが、実際にはその他3地区を含めた形での計画設定がなされているため、すべてを含めて江北ニュータウンと呼ばれることが多い。 2001年に都市計画が決定した中央地区は立地上から広北ニュータウンと同一視されることが多いが本来は広北ニュータウンには含まれない。中央地区は広北ニュータウン第一地区のタウンセンター北地区と広北ニュータウン第二地区のタウンセンター南地区との中間部に位置する。中央地区は広北ニュータウン計画に付属しているものの主体は 横浜市最北部の副都心整備計画である、タウンセンター整備事業に基づく事業であり、港北ニュータウン計画とは関連性は高いが、港北ニュータウン第一地区、第二地区と呼ばれる住宅、都市整備公団の施行区域と並列するものではない。そのため、住宅、都市整備公団の港北ニュータウン施行計画には、北部の第一地区と南部の第二地区のみがその対象として挙げられていた。 さらに、住宅、都市整備公団の計画図においても、中央地区は公団の施行区域ではあるが、参考という扱いとなっていた。そのため、横浜市もにあるように、港北ニュータウン計画における監視処分広告は1996年で集結したものとして扱っている。この項目では、横浜市の公式見解に沿って、 広北ニュータウン計画の終結は1996年としている。ただし、中央地区においても都市再生機構が横浜北部新都市中央地区と地区各整理事業として整備を行っており、横浜市も広北ニュータウンに準じた扱いをしているため、事実上は広北ニュータウンの一部と認識されている。特徴としては、 交通安全のため歩行者と自動車の動線を分ける、歩車分離の徹底が挙げられる。都市計画道路中山北山田線とスケード北山田線が南北の軸をなしており、住宅地と車道は分離され、ペデストリアンデッキによる歩道と車道の連続立体交差が多くの地域で完成している。そのため車道沿いに歩道もあるが、 歩行者専用道による歩行ゾーンが確保されている。さらに、各商業施設に大規模駐車場が確保されており、高い駐車収容能力を確保している。ライフラインは地下埋設になっているため、電線の有無が広北ニュータウンの範囲、境界を知る目安となる。また、保存緑地や緑道も多く残され、住環境にファイルがなされている。 多くの公立小中学校、大型商業施設の進出、市営地下鉄に路線及び各種交通機関の拡充、選手的な都市基盤形成、保存力地等が交換されており、共愛感の強い規制市街地より区画の広さによる開放感や防災性が感じられるニュータウンへの志向が高まりつつあると言われることや、新規小立て分譲地や、 新規マンション建設用地も多く転入世帯も多いことから、都筑区は高い人口増加率を保っている。2007年時点で、広北ニュータウンの人口は18万人を超えている。北部、土地区各政治事業としての名称は、横浜北部新都市第1地区。南部、土地区各政治事業としての名称は、横浜北部新都市第2地区。 1> 第1.2地区のタウンセンターによって挟まれた葉や内川沿いの地区。都地区各整理事業としての名称は横浜北部新都市中央地区。都営三田線の延伸計画1971年の計画当初は都営地下鉄6号線を西間込から江北ニュータウンを経由して中山駅まで延伸する計画があった。当時の計画では横浜市営4号線とともに 東京6号線が鉄道計画の根幹をなしており、前景書ではかなり具体的な駅名とともに、東京6号線の延伸が必須であるという書き方がなされている。財団法人日本都市計画学会が1971年に発行した購入タウンコミュニケーションスタディーズ1971から1972-225ページ。 2から6から2計画鉄道の広域ルートには、広北ニュータウンに関連する新設鉄道計画の通過地点及び建設予定年次は、下記の通りである。として、3東京からの鉄道新線が掲げられている。同書25ページの内容では、と記載されている。さらに、同書25ページ、2から6から3計画鉄道のニュータウン内ルートにおいて、停車駅が、 以下のように明記されている。なお、アルファベットと現在設置されている駅の対象は以下の通り。加えて、前景書213ページでは、東京6号線のルートを、目黒都立大学とドロキムサシ新城 E、BC 会中山と断定的に記している。しかし1985年7月のウニゆ、政策審議会答申第7号で、東京6号線に関する、この計画は、 目黒止まりとなることが確定し、それとともに、都営三田線の港北ニュータウン延伸計画は廃止となった。同審議会答申では、都営三田線の代わりに、センター北止まりとなるはずだった横浜4号線を中山まで延伸することを答申し、鉄道計画が確定した。港北ニュータウン内部の道路交通は良好だが、近隣地区との接合箇所や他地域への都市、 計画道路の連続整備が遅れており、横浜市青葉区の田園都市エリアや、緑区、江北方面、鈴木区南部の主要幹線道への結設が課題となっている。このため、都市計画道路、丸子中山茅ヶ崎線、中山北山田線、羽沢池部線、鴨井上飯田線、川崎町田線、スケ戸ド北山田線の未完成区間の整備推進を継続して進めている。 以下の表は、首都圏の大規模、ニュータウンについて、首都圏在住者を対象として行われた、アンケート調査の、各、ニュータウンに対するイメージの結果と、実際の統計データや、客観的指標を比較したものである。調査は、財団法人日本住宅総合センターにより2005年9月から2009年3月に、かけて行われた。港北ニュータウンのイメージは、 ほとんどの項目で平均スコアは中央値を上回り他のニュータウンと比較しても高いスコアとなっていることから良いイメージで広北ニュータウンは認知されていることがわかる。統計データを見ると首都圏平均より高いかそれに劣らない数値となっており良いイメージは実際の高い都市機能に裏付けされていると言える。ありがとうございます。